どうして勉強ってしなきゃいけないんだろう。頭が悪いからじゃないかしら。あー、俺の名前は遠藤京、高校2年生だ。今俺は幼なじみと自分の部屋で勉強をしている。彼女の名前は東雲忍。俺と同い年の幼なじみだ。幼稚園の頃からの付き合いで家族ぐるみで仲がいい。まあ俺と忍はそこまで仲良しじゃないが、先日うちの両親が俺の小テストの結果を見て絶句。定期テストが近いということで、成績のいい忍に俺が留年しないように勉強を見てやってほしいと頼んだ。その結果、定期テストまで毎日のように忍が俺の部屋へ来ることとなった。そうじゃなかったら忍とこうして2人きりで勉強会などしてないだろう。なぜなら忍は俺のことが嫌いなのだから。忍、解き終わった。そうならこの問題集を解いてちょうだい。なんといっても忍は俺にとても厳しい。クールな顔で「これくらい余裕でしょ?」と永遠と問題集を解かせてくる。地獄だ。それに加えて冷たいのだ。昔はまだ仲が良かったと思う。幼い頃の彼女は体が弱くて家に引きこもりがちだった。そんな彼女を外に連れ出してはよく両親に叱られたものだが、それでも忍は楽しそうだったと記憶している。それがどうしてこうなったのか。ねえ今日。なんだよ、まさかこれ以上問題集の山を増やすつもりじゃないよな。増やすわ。なるほど、俺を殺す気か。厳しすぎるだろう。そうじゃなくて、前々から聞きたかったことがあるのよ。なんざ魔女。部屋の壁に貼ってあるポスター、あれは一体何？推しのグラビアアイドルだけど。え？なんで貼ってあるのかしら。不思議か？男子高校生の部屋にグラビアアイドルのポスターが貼ってあるぐらい普通じゃないか？私が来るのが分かってるなら剥がすでしょ普通は。え、そうなの？私があれを見て不快に思わないとでも？ん？なんで不快に思うんだ？え？俺そんな変な質問したか？え、いやそれはとにかく剥がしなさい。あ、まあいいけど。今日はああいう女が。忍、今何か言ったか？別に何でもないわ。やっぱり冷たい。絶対俺のこと嫌いだわ。そんなある日のこと、学校からの帰り道、その途中で俺は忍を見かけた。散歩中のご近所さんの犬をじっと見ている。何をしているんだ？え、かわいいわ。おー、よしよし、いい子ね。なでなで。いつもはクールで済ました表情しか見せない忍が、なんということでしょう。俺の前では絶対に見せないであろうだらしのない笑みを浮かべているではないか。俺幼なじみで長い付き合いなのにあんな顔を見たことないのだが、犬に向けるような慈愛に満ちた優しい眼差しとか向けられたことないんだが。ちくしょう！なんか犬に負けた気分で悔しい。あと羨ましい。俺も忍に優しくされたいぞ。そもそも忍が俺にやたら厳しくてやたら冷たい理由は何なのか。考えられる理由の一つは俺の頭がすこぶる悪いからだろう。忍はバカが嫌いなようだし、だから頭の悪い俺のことが嫌いなのだろう。とはいえ今すぐ頭が良くなるわけでもないし、どうすれば俺は忍に優しくしてもらえるのだろうか。そんな折、教室でこんな話を聞いた。最近催眠アプリが流行ってるらしいぜ。催眠アプリ？そうそう、好きな人とかに自分のことが好きになるって催眠をかけると本当にかかるらしいぜ。好きになる。これだ。俺のことが嫌いだから冷たいのなら好きになってもらえば優しくしてもらえるじゃないか。ということで試しに催眠アプリを使ってみてもいいか？何がということでなのかさっぱりなのだけれど、最近学校で流行ってるみたいだし、なんか面白そうじゃないか。私あなたの勉強を見に来てあげてるのだけれど、遊びに来てるわけじゃないのよ。相変わらず厳しい。だがそれも催眠アプリを使えば優しくなるかもしれない。まあまあいいじゃないか。ものは試しってことで俺のことが好きになる。バカなの？全然聞いてないな。当たり前でしょ、そんなくだらないアプリ聞くわけないじゃない。まあそうか、所詮こんなものか。残念だ。これでしのぶに優しくしてもらえると思ったのに。おとなしく勉強しよう。はあ、ほんと聞くわけないじゃない。だってもともと好きなんだから。一体どういうつもりであのアプリを私に使ったのかしら。もしかして私のことが…いや、勘違いしちゃダメよ。今日が私のことを好きだなんてありえないものね。だって今日は…それから俺は忍にどうしたら優しくしてもらえるかをじっくり考えた。具体的には5分くらい。そしてとある結論に至った。ワン、今日から俺は忍の犬だワン。それは俺が犬になることである。忍は犬にとても優しいらしい。つまり俺が忍の犬になれば優しくしてもらえるということだ。俺は頭が悪いと思っていたが、実は天才だったみたいだ。これで忍はあの犬に優しくしたみたいに俺にも優しくしてくれるだろう。近づかないでもらっていいかしら。あるえ、めちゃくちゃ惹かれてしまった。どうしたんだワン。いや、あなたの方がどうしたのかしら。頭がおかしくなったの？あ、ごめんなさい。頭がおかしいのは元からだったわね。ひどくね。そんなこんなで忍の犬になる作戦は失敗に終わった。アマゾンでわざわざ買った犬耳が無駄になってしまったぜ。また新しい作戦を考えなくちゃな。とりあえず今日のところはおとなしくいつも通りに忍とお勉強するか。しのぶ、戻ったぞ。え？あ、よかったらそれあげようか。いらない。その後しのぶは結局犬耳を持って帰った。そんなこんなでしのぶが帰った後、俺は夕飯を食べながら上の空で新しい作戦を考えていた折、あんたしのぶちゃんに迷惑かけてないでしょうね。母ちゃんにそんなことを言われた。迷惑？あんたは何かとしのぶちゃんに迷惑かけてるからね。迷惑かけちゃ迷だよ。迷惑か。確かに俺は昔からしのぶに迷惑かけっぱなしだった。体の弱いしのぶを外に連れ回した挙句迷子になったりとか、幼い頃はダメだと言われてもしのぶをしつこく外へ連れ出しては一緒に怒られたものだ。今も勉強を見てもらっているし、本当に迷惑をかけっぱなしだ。そりゃあ好かれるわけがないか。それならもう迷惑をかけないようにするべきだよな。よし、決めたぞ母ちゃん。俺もうしのぶに迷惑をかけないようにするぜ。不安だな。翌日。今日その子は？今日から俺の勉強を見てくれる同じクラスの女子だ。どうも。今日から俺はこの子と試験勉強をするぜ。これ以上しのぶに迷惑はかけられないからな。今までありがとう。おや、何やらしのぶの表情が暗いぞ。なぜだ？俺の言い方に何か問題が。へえ、そう。へえ、じゃあ頑張って。しのぶ？ほほう。それからというもの、どうして俺は勉強をしているのだろう。え？頭が悪いからじゃないかな。ほーん。俺はクラスメートの女子と図書室で勉強をしていた。何？いや、なんで俺の隣で問題集を解いているのかと思って。何か問題でもあるのかしら。いや、ただ他にも席は空いてるのにと。私がここで問題集が解きたいの。さいですか。あれ？これ以上忍に迷惑をかけないようにとクラスメイトに勉強を見てもらおうと思ったのに、どうして忍はこんな不機嫌そうにしているのだろうか。俺またなんか迷惑をかけてしまったのだろうか。むしゃくしゃむしゃくしゃ。しかもむしゃくしゃと言いながらむしゃくしゃしている。これはもう間違いなくむしゃくしゃしている。なぜだ。これでは忍に優しくしてもらえないじゃないか。困った。こらこら、勉強に集中しなきゃ。ああ、悪い。どこかわからないところとかある？ここわからないんだけど。ああ、そこはね。ひどり。おっと。どうかしたか？ずいぶんと仲が良さそうね。これはすごく怒っている気がするぞ。しかしなぜだ。今俺は忍を怒らせるようなことをしてしまったのか。いや、そんなことよりも気になることがある。なあ忍、その目のハイライトどうやって消してるんだ。ちょっと消し方教えてくれよ。え、空気読めないん？消しゴム。しかも答えるんだ。よっしゃー、俺も消しゴムで目のハイライトを消すぜ。うわあ、目がー。バカ？あら、知らなかったの？今日はバカよ。いや、ドヤ顔で言うことじゃなくない？そんなこんなで俺が図書室で勉強すると決まって忍も隣で勉強するようになった。しかもずっと不機嫌な様子で、もう気になって仕方なくて、勉強中チラチラと忍を見ては「目障りだからこっち見ないで」と言われた。シャバーン。ほほう。勉強が終わり、忍はスタスタと先に帰ってしまった。どうせなら一緒に帰ろうとしたのだが、俺そんなに嫌われていたのだろうか。ねえねえ遠藤くん。なんだ？遠藤くんって東雲さんのこと好きなの？え？だって東雲さんのことずっと見てるしさ。それにここ最近東雲さんを見かけるとなんだか寂しそうに目で追ってるよ。そうなのか？自覚なかったの？なかった。俺そんな目をしていたのか。本当は東雲さんに教えてもらいたいんじゃないのかな。でももう迷惑はかけないって決めたから。悪いな、付き合ってもらっちゃって。別にいいよ。しかしそうか、寂しそうな目でか。思えば何かと俺は忍とずっと一緒にいたからな。昔から忍には世話になりっぱなしだ。だからこうやって離れるとなんというか寂しいのだ。はっ、そうか、これが恋ってやつなのか。俺が忍に優しくしてほしいと思ったのも忍のことが好きだったからだろう。なるほど、俺は忍に嫌われたくないんだな。自覚した途端なんだか恥ずかしくなってきたぜ。青春だね。明日からどんな顔して忍と会えばいいんだろう。そんなのいつも通りでいいんでない？決め顔であった方がいいかな。なんで？ちょっとでもかっこいいと思ってもらうためにだよ。キリ。遠藤くん、くれぐれも変なことしないでね。よくわからないが変なことはしないことにした。まあ変なことなんてしたことないけど。キャッキャッ。あんな楽しそうにあそこにいたのは私だったのに、今日は誰にも渡したくない。でも今日が私に振り向いてくれることはない。それが分かっていても心が苦しい。どうにかして今日に振り向いてもらう方法はないのだろうか。あ、そういえば一つだけ方法があるじゃない。翌日、珍しいことに俺は忍に人気のない場所に呼び出された。どうしたんだ忍、こんなところに呼び出して。キリ。どうさいえ、聞きたいのは私の方なのだけれど、どうしてずっと変顔しているのかしら。え、変顔じゃなくて決め顔のつもりだったんだが。まあ今日がおかしなことをするのは今に始まったことじゃないから別にいいわ。忍、まるで俺がいつも頭おかしいみたいに言うのはやめろ。事実でしょ。なんかすみません。缶は9台。それでどうしたんだ。あ、それはまさか催眠アプリ。今日は私のことが好きになる。え、好きになる。これはなんだ。忍が俺に催眠アプリを使って好きになると言ってるのか。いや、あの忍がそんなことをするなんていくらなんでも考えられない。そうだ、きっと俺の聞き間違いだ。好きになる、寿司になる。一度も言ってないわよ。めちゃくちゃ怒るじゃん。どう、好きになったかしら。忍の目的が全くわからない。だがこれは俺の気持ちを忍に伝えるいい機会なんじゃないだろうか。そうと決まればなあ、俺は忍のことが好きだ。すごい、本当に催眠が効いたわ。いや、催眠とか関係なく元から俺は忍のこと好きだけど。嘘よ。今日が私のこと好きなはずないわ。なんでそんな決めつけるようなこと言うんだよ。だって今日の好みは部屋に貼ってあるポスターみたいな女の子じゃない。それはそうだけれども。ほら、私なんて今日のタイプじゃないもの。いや、それとこれとは話が別っていうか。いいえ、別じゃないわ。だって私を捨ててあのクラスメートの女の子を選んだじゃない。あのグラビアアイドルに似てる子。それは誤解だ。忍なんて好きになる要素しかないだろう。好みとかタイプとかは関係ない。俺は東雲忍が好きなんだ。嘘よ。全然信じてくれないけん。催眠アプリってすごいのね。そうだ、そもそもどうして催眠アプリを俺に。それは今日のことが好きだからよ。私今日に好かれるわけがないって分かっていたわ。それでも今日のこと諦められなかったの。今日を他の女に取られたくない。今日とあのクラスの子が仲良くしているのを見て強く思ったわ。だから催眠アプリでも何でも使って今日を私のものにしたかった。忍、最低よね。人の心を無視してこんなこと。それでも私は今日のことを誰にも渡したくない。体が弱くて外出を許されなかった私をあなたは怒られるのも厭わず外へ連れ出してくれた。それは褒められたことじゃないかもしれない。でもあなたは当時の私が望んでいたことを全て叶えてくれた。私が鬼ごっこをしたいと言えば外へ連れ出して鬼ごっこをしてくれた。私の初めては全部あなたがくれたものなの。だから好きよ、今日。嘘だ。あれ、忍が俺のこと好きなわけないじゃないか。全然信じてくれないのだけれど。だって俺はいっつも忍に迷惑をかけてずっと嫌われていると思ってた。実際俺には冷たかった。少なくても通りすがりの犬を撫で回していた時みたいに優しくされたことなんてない。それはだから諦めてたからで。ああ、分かっちゃったぞ。実は俺が以前に使った催眠アプリが効いていたんだな。なるほど、それで俺のことが好きだと勘違いしてしまったんだな。あ、悪かった。違う、私は催眠アプリなんて聞いてないわ。むしろ聞いてるのはあなたの方でしょ。俺の方こそ聞いてない。私は本当にあなたのことが好きよ。嘘だ。俺の方が本当に好きだ。嘘つき。私の方が好きよ。やめよう、不毛だ。そうね、やめましょう。しかしこのままではお互いに平行線だ。どうする？どうやらこのアプリには催眠解除の機能が備わっているみたいね。つまりそれを使ってもまだお互いのことが好きだったら。ええ、私たちは両思いということになればね。ほら早く催眠解除機能を使いなさいよ。いや、忍が使えよ。いやだって催眠を解除してあなたが言っていることが嘘だったらって思うと私怖くて。俺も一緒だよ。分かったわ。なら一緒にやりましょう。おう、じゃあせーのって言ったら。あ、催眠解除機能使っちゃったじゃない。これでお互いに催眠解除されたのか。そのはずよ。それじゃあその確認しましょう。忍から言えよ。いやよ、あなたから言って。じゃあ同時に言うか。いいわよ。よし、せーのって言ったら同時に好きです。もうごめん。あなたくだらないことをしないと気が済まないの。うなずかれてしまったわ。忍何よ。好きだ。ほら嘘じゃなかっただろ。私の方もね。そうだな。こうして俺は忍とお付き合いすることになったのである。何を悩んでいるの。ほら前に忍が目のハイライトの消し方を教えてくれただろ。でもどうやっても消しゴムでハイライトが消せなくてさ。やり方が違うのよ。私がやってあげるわ。お願いします。こうやってミスって顔消しちゃったわ。これのっぺらぼうになっちゃったじゃん。ちょっと書き足すわね。ミスったわ。これピカチュウになっちゃった。ちょっと新しい顔発注してくるわね。アンパンマンかよ。そういえばこの動画仕切ってるの猫だから言いづらいらしいけど、中の人犬派らしいぞ。消しゴムで消しておくわ。そうしよう。